どうもこんにちは。チャットサービスを作るの続きを今日もやっていきます。前回までで API の方の Docker の設定は終わったはずだったんですが、ちょっとかなり漏れがいっぱいあったので続きをまたやっていこうと思います。で、何が漏れてたかっていうと、1点はですね、環境変数ですね。環境変数の取り扱いについて今ここに書いてるんですけども、FixMe とかで調べるとですね、これか、調べてた、はい、これ、シークレットとかイシュアーとか、オーディエンスっていう、この、これが環境変数になるんですけど、こいつはパスポートでログインする時のデータとして持ってるもので、こいつは環境によって変わるので、こいつを環境変数に持っていくっていうのをまずやります。で、あと環境変数の扱いはちょっといろいろ難しいところがあるので、その辺の話もちょっとしていこうと思います。まずは環境変数をこっちに持ってくるっていうのをやっちゃいましょう。よいしょ、シークレットですと。で、これ大文字にしなきゃいけないんですけど、ちょっと後でやります。これがイシュアーがいて、まあいいや、でオーディエンスがいると。で、よいしょと。イシュアーはこれ、オーディエンスがこれですね。はい。よいしょと。はい。まあ、こんな形ですね。で、確か、シークレットって、なんか1箇所、2箇所くらいに定義してた気がしたんで、これはダイジェストのシークレットですね。危ね。ダイジェストのシークレットもここに書いていたので、ちょっとこれをこっちに持っていこう。はい。で、あとシークレットね、どっかで使ってたと思ったんだけど、これか、これ違うわ、これ違うな、あれどこだっけ、あ、これだ。ここで直接定義しちゃってるので、ここですね。ここを直していきます。じゃあ、定義としては、これだけかな。で、シークレット、イシュアーか。で、オーディエンスという形ですね。はい。で、こいつらを参照するように直していきましょう。で、まず、ここが、ダイジェストシークレットですね。で、この代わりに、プロセス演武の、こうすることで、OK と。で、これがエラーになるのは、アンデファインド許してないので、まあ、定義されてないっていうことはありえない前提なんですが、こうしておきましょう。はい。で、次、これはいいと。で、こっちもいいと。で、ここですね。ここが、プロ、SEMB の、よいしょ。これシークレットですね。シークレットで、多分ここも、こうしておきましょうかね。はい。こっちも一緒です。よいしょと。はい。これでいいと。これが WebSocket の、ログイン情報ですね。トークンからオペレーター引くときの処理で。シークレットが必要なので、JWT の JOT か、JOT の認証の時に、ベリファイするのに必要なので、ここで定義しています。で、あとはオペレーターの方のここですね。ここがプロセス演武の、シークレット。で、FixMe なくなると。で、ここが、よいしょ、プロセス演武のイシュアーズだから、よいしょ、はい。合ってるか、これ。EISSUER 合ってるね。はい。よいしょ。で、ここがオーディエンスですと。はい。よいしょ。ここはいらないかもしれないな。特に使ってるところでエラーにならなければいらないはずなので、オプツはここで入ってる。大丈夫そうですね。
エラーにはなってないか、多分大丈夫ですね。はい、一旦これで OK です。でもここで定義しちゃうと別の環境に持ってった時に、ああ、じゃあシークレットを自分の環境に変えたいなとか、ダイジェストシークレット変えたいなってなると、Docker Compose YAML を変える必要が出てくるので、ちょっとこれはあまり、よろしくないので別の対策を取ります。ここで .env というファイルを Docker Compose YAML と同じフォルダに作ってあげます。そうすると Docker Compose 実行時にこの .env ファイルを読んでくれるので、ここの設定を丸ごと .env の方に持っていきます。で、これはちょっと置換しよう。よいしょ。イコール、コロン、これを、コロンスペースをイコールに置き換えて、で、これを、なしにすると。はい、こんな形ですね。はい、そうすると、この .env ファイルの方を書き換えればいいというふうになります。で、この .env ファイルは、環境ごとに違うので、なんか名前を変えて、サンプルみたいな感じで置いといて、使う場合はなんかリネームして使ってねみたいな運用になるんじゃないかと思います。で、ここで多重定義しちゃってるので、ですね、で、ここの環境変数にパススルーするときはこうでいいらしい。名前だけしておくと、指定しておくと環境変数をそのままパススルーできるので、これで、コンテナ内に同じ環境変数で同じ値っていうのがバシッと定義されます。よいしょ。はい、で、あとポートですね。これポートも環境によって変えたい時があるので API ポート、ちょっと安直ですけどこうしておきましょう。 API ポートはここはこういう形に直します。はい、OK。一旦これで動作確認を取りましょうかね。はい。これでうまく動くはずなので。そしたら Docker Compose App Build で、API を実行してみます。何事もなければ、このまま起動してくれるはず。うん。OK ですね。起動しました。3000って言ってますけど、3010ポートですね。はい。で、例えばこれを3020に変えて、一旦止めて、アボートになっちゃった。Docker Compose Down して、で、環境変数だけ変えるので、このビルドは必要ありません。これで実行かけてあげると、環境変数だけ変わって、実行されます。多分。そうすると、起動しましたね。で、3010はアクセスができなくなっていて、20に行くとできるという形で、ポートの変えるのは楽ちんですということになりました。はい、これで OK。で、あと、この後ですね、大事なデータベースのマイグレーションをするのを忘れてたので、新規の立ち上げの時は、MySQL サーバーに直接すぐ接続して、マイグレーションをしてあげなきゃいけない。で、マイグレーション処理と、あと、初期のオペレーターですね、を作ってあげるような処理が必要なので、そちらの処理を書くんですが、前回、前々回と、本番環境だけの構築をしていたので、何かしらこう、ソースコードを変えても、再ビルドしてあげないと、コンテナ内に反映されないっていう悲しい状況になっていたので、それだと開発めちゃくちゃめんどくさいので、今環境を、開発環境と本番環境を同居させるっていうのを今やっちゃいます。その後に、そのスクリプトの作りとかをやっていこうと思います。で、どうするかっていうと、Docker Compose YAML の同じフォルダのところにですね、Docker Compose Override YAML というのを作ってあげることができます。で、これ何かっていうと、このオーバーライド YAML があると、このコンポーズとこのオーバーライドを、ガッシャンコした状態で実行してくれるので、こっちに、先にコメントアウトしたものですねを丸ごと復活させる形で、コメントアウトしてないものに関しては消しちゃうというふうにしてあげると、実行時はこれがコメントしてアウトしてない状態で動きます。
なのでこれ消したんですが、ある状態で動きます。なのでこれで実行かけてあげるとこの辺が有効になるので、すら API に API が、マウントされた状態で実行されます。つまりは環境、開発環境状態ですね。で、すら API は、API の Docker ファイルで作っちゃってるので、これですね、ここのフォルダを丸ごとコピーしちゃってるので、すら API をそのまま使うと、まあ、本番関係の情報をぶっ壊しちゃうので、2にしましょう。はい、こう、はい、でワークディアとボリュームスだけ接続先を変えておけば、NPM ランデブとかは普通にできるので、これで、API すら API ってとこは本番環境用、すら API にってところは開発環境用っていうのに 別のフォルダーで全く同じファイルがドンと2つあるっていう状態になります。でこのオーバーライド YAML が生きてるときはその API2 の方を使って開発ができると。で本番のときはこれはまた同じ演武と同じでリネームしておいて、あの開発するときだけ名前変えてオーバーライド YAML にしてねっていう風な形にしておくと、まあ、楽だと思います。はい、でこの状態で一旦閉じて、でリビルドいるかな、いるかな、一応ビルドします。うん、動いてますね。API2 の方で、NPM インストールとノーデモが動いてるので、これで、ちょっと待てば開発環境が動くはずですね。うん、動きましたね。で3020は死んでるので3010の方が生きてると。でこれ本当にこっちのやつなのっていうのは、この辺で保存をしてあげると、よいしょ、保存、はい、ノーデーモンが、変更を感知して動いてくれるので、こちらの環境で、こちらのファイルをマウントしてるっていうのが分かると思います。来ましたね、また。はい、ということでこれで本番と開発の環境の同居と、まあ、関係変数のまとめっていうのができたので、次回、ちょっとすっかり忘れていたマイグレーションの方を、実装していこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。